円に来ました。三島の楽寿園、開園70周年記念、久しぶりの紅葉ですね。全部が全部じゃないけども、まあいい色ですわ。こんな街の中にあるんだ、これ、のこう大きな公園、駅、ね、それも駅前のすごいいい場所にこんな広い公園が。途中退場できませんのでね、はい、ご了承ください、はい、あと館内での写真撮影はご遠慮いただいてます。楽寿館、明治23年、まあ、今から約132年ほど前になりますけども、明治維新で活躍されました小松宮明人親王の別邸としてね、建てられたものでございます。江戸時代に完成しました、まあ、すき家造りの建物でございましてね、まあ、京風建築の優れた手法を現在に伝えます、高床式のすき家造りの建物でございます。まあ、中入りますと、茶室を構えた建物ということになります。でこちらの楽寿館を建てられました小松宮明人親王は1846年、弘化3年生まれ、まあ、今から約176年ほど前になりますけども、伏見の宮国家親王の第8王子として京都で誕生された方でございます。3歳になられた時にですね、仁和寺の門跡に決定しまして13歳お寺に入られております。で21歳になられた時に、まあ、王政復興の決定とともに、まあ、時の明治天皇より復職をね、命じられまして、22歳の時、現続して、新政府の閣僚となられます。で、慶応4年、徳川慶喜の追悼の軍事総裁になりましてね、明治維新に深く関わっていく方でございます。また、生涯を軍人として生きられた方でもございました。で、明治10年、博愛社、まあ、後の日本赤十字社になるんですけども、まあ、その創設にも尽力されまして、初代の総長、後の総裁ともなられます。こちらの別名がございまして、銀の間とも称しています。まあ、名前の由来ですけど、この襖ですね、銀箔が貼られて、どっしりとした落ち着いたお部屋の作りになっています。まあ、当初こちら、書斎として使われていたと。この曲がりくねった床柱は九州の山ツツジの木でございましてね、まあ、ツツジの木でこれほど太いものは大変珍しい。で、こちらは右側大きな丸窓に下が少しこう欠けているように作られておりますけどね、いざよいの窓と称してますけど、ここからですね、小浜駅を眺めながらお茶を楽しまれたと思われます。今、まあ、90センチぐらいしかお水ないんですけどね、創建当初、こんこんと地下水湧いてまして、まあ、皆様こちら、お船を浮かばせて、船遊びもしたと言われております。それではですね、ただいまから小浜駅を一望できる縁側部分をね、ご案内いたしますので、今までお楽しみください。すごい、はい、こちらまで、この辺でちょうどとね、皆さんよく見えると思います。はい、正面に見えますのがね、小浜池になります。実はですね、こちらの小浜池、去年と一昨年と満水になったんですね。で、小浜池の満水というのは、この地下水の水の量が150センチ以上溜まりますと、満水というふうに称しています。
ちょうど2年前の満水の時、7月は2メートルを超えてた時があったんですね。で、2年前で満水になったのが9年ぶりなんです。で、2年連続は17年ぶりだそうでございます。で、毎年いくらかこのようにね、地下水溜まるんですけど、なかなか150センチ以上にはならなかったんですね。で、まあ、その理由の一つとして言われているのが戦後の高度成長期時代に、まあ、上流部でもたくさんこう、ね、地下水使うようになりまして、まあ、だん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 この湧いてくる地下水の量も減ってきたと聞いております。で、まあ、こちらの地下水、まあ、どこから湧き出てくるかということなんですけど、今ちょうど溶岩の地肌が目の前に見えますけどね、こちら三島溶岩流と言いまして、まあ、約1万年前にですね、富士山麓で噴火した溶岩がこの三島近辺までこう流れてきましてね、このような地形を形成しております。その溶岩の岩盤のこの隙間をですね、富士山麓の上流部で降った雪解け水とか雨水がこう染み込んでですね、ちょうどこの三島近辺までこう来てこう湧き出てくるというシステムになります。楽寿の輪、支出越見の輪というね、お部屋になります。野口雄国が描いた天井画で、枚数も同じ80枚なんですけどね、少し趣が変わって描かれております。この絵の一枚一枚が大きくね描かれておりまして、花びらの白もなんかね際立ったような描き方になります。これ溶岩が本当ゴロゴロだね。すごいね、富士山のからの水がここまで湧き水で出てくる。いろはもみじ、かえでか、葉がいろはにほへとの7つに分かれているので、この名がついたのか。